全然深みが違いますよね。こいつをね、上に乗せていきます。どうも、リュウジのお兄さん、キョウです。ということで、今回はですね、僕一滴も飲んでないんですけど、お酒でも、昨日のお酒が残ってるんですよということで、今回はですね、四股シリーズをやっていきたいと思います。今回私が作る四股シリーズは四股のタンメンでございます。タンメンって皆さん、わかりますか？あれですね、なんだっけ、お前のタンメンはそんなもんだっていうやつですね。お前のタンメンはそうだと思うよみたいな。いや、お前に食わせるタンメン、あ、そうだ、お前に食わせるタンメンはね、お前に食わせるタンメンはねっていうやつですね。ちょっとうろ覚えすぎたわ。そういう感じで、でもさ、思ったんだけど、こんなどうしようもない入りだったらさ、途中でさ、動画飛ばすよね、これね。サムネはさ、これ至高のタンメンになってるじゃん。ああ、すげえ美味しそうなタンメンだなって言って、こんなん出てきたらすぐ切るもんね。でも、切らなかった皆さんには最高のタンメンの作り方をお教えします。ということでやっていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきたいと思います。いろいろありますけども、タンメンですからね、お野菜結構使います。キャベツ、ニラ、人参、もやし、きくらげ。これね、きくらげ戻したものを もうねお湯で戻しときました。お肉は豚バラ使います。あと生姜とニンニクでございます。あと中華麺、僕がいつも買ってるやつですね。この札幌の生ラーメンね、これを使います。タンメンですから別にそんな太くないやつで、中太麺ぐらい、縮れ麺で大丈夫です。これを一玉使っていきます。あとは調味料は概要欄に書いてありますので、そっちを見てください。ということで、至高のタンメンを作っていく上で何が重要か。タンメンでしょ、豪快にすすって食べていきたいですよね。なんか外国人の方とかだと、すすると行儀悪いとかっていう風に言われることもあるんですけど、こっちとら日本人なんで、豪快にするためにやっぱすする練習をした方がいいと思うんですよね。ということで、今回はちょっとあるものを使って豪快にすする練習をしていきたいと思います。やっぱね、すすっていくのが大事ですよ、やっぱりラーメンはね。豪快にハイボールをすすっていきたいと思います。すする TV。 かー、気合入ってきましたね。やっぱね、一杯飲むと目が覚めるね。さっきまで寝てました僕。ということで、料理を作っていきたいと思います。はい、ということでですね、まあいろいろふざけましたけども、本当に美味しいタンメン、作っていきたいと思います。しかもですね、これは、スープとか、取りません。もう市販の調味料で、お店レベルにうまいタンメンを作ります。これマジでですね、有名なタンメン屋さんと遜色ないぐらい美味しいです。最高のレシピ、しかもめっちゃ簡単で、栄養もめっちゃ取れます。お野菜いっぱい入ってますから、これぜひやってみていただきたい。ということで、やっていきたいと思います。まずね、キャベツなんですけど、もうね、ほんとざく切り、こんな感じでざく切ってください。タンメンのね、キャベツはこんなざく切りでいいですよ。はい、で、人参はね、薄切りですね、半分に切っていただいて、こんな感じで薄切っていきましょう。で、人参っつうのは色合いなんでね、これね、色合いなんで、このお料理の彩りとしては、緑と赤と黄色が入ってるとすごく鮮やかに美味しく見えるっていうのがあるんですね。なんで今回は緑はキャベツとニラを使っていくんですけども、やっぱそこに赤が入るとすごく食欲をそそる見た目になるんですね。はい、なんで、そのために人参を入れていきます。見た目でね、味あんま変わんないんですけど、でも人間って味を構成していく上でですね、見た目って結構大事なんですよ。たまに青いカレーとかあるじゃないですか、あれってあんまり美味しそうに見えないんですよね。なんで見た目っていうのはね、割と味を作る要素ね、人間の舌ってそんな正確じゃないんで、結構ね、見た目から味を想像して、そこが味に直結することもあるんですよ。実はニラですね、ニラはちょっと砂噛んでる時があるんで、ちょっと洗ってくださいこれね。やっぱね、タンメンにはね、この青のニラをね、入れていただきたい。ニラは美味しいですからね、僕はもうニラ大好きなんですね。お野菜はこんな感じで切れました。キクラゲね、で戻したキクラゲは食べやすい大きさに切ってください。これだとちょっとでかいから、ちょっと半分ぐらいにしていく感じですね。はい、全部こう半分にしていきましょう。まあ、キクラゲね、なければいいんですけど、やっぱね、タンメンはね、キクラゲあった方が、なんか黒が入ってた方がちょっとタンメンっぽいですよね。あと食感が楽しいから。まあね、野菜はね、でも好きなもん入れてください。必須なのはね、キャベツぐらいです。好きなのを入れてください。スープがうまいんで、まず、うん、でももやしとキャベツは入ってた方がいいかなっていうふうに思って、
で適当に切りました。そしてですね、ニンニクと生姜ですね、ニンニクと生姜はね、みじん切りにしていきます。切っていきますね。若干ね、粗みじんぐらいにした方がいいかなって思います。これね、はい、今日はなんかよくしゃべりますが、僕ね、リュウジのおしゃべりクッキング、ね、おしゃべりクッキングに絶対呼ばれないタイプの料理研究家なんで、僕今日の料理も絶対呼ばれないですね、僕ね。今日の料理はね、絶対オファー来ないんだよね。やっぱり、味の素使うから、なんか。で僕はね、なんか、エセ自然派が超嫌いなんで、案件とかで、化学調味料使わないでくださいとかっていう風に、仕事を来たりするんですけど、そういう仕事は全部断ってます。担当者さんがこの動画見てくれたらいいな。闇の僕が出てますけども、全て本音です。はい。で、ニンニクと生姜はこんな感じでみじん切りにしてください。これ炒めていきますね。はい。じゃあもうね、もうスープ作っていきましょう。はい、ということでですね、今回は、まあ、四股シリーズということで、ちょっとね、面倒な作り方なんですけども、一応、慌てない作り方っていうのをやっていきたいと思います。まずね、スープだけ単体で作っておくと、タンメンっていうのはね、炒めた野菜と、最終的に合わせるんですけども、スープは事前に作っておいた方が楽です。なんで、大元のスープを、今から作っていきます。これがね、でもね、結構簡単なんですよ。まず、お水ですね。お水 350cc ここに入れます。はい。タンメンの、タンメンたる、塩味のスープですね、これね。で、ここに、中華スープね。まあ、ウェイパーでもいいんですけども、ソーミシャンタンね、これね。ソーミシャンタンね、小さじ1杯入れるんですよ。とか言いますけども、はい。これですね。はい。鶏ガラスープとかでやる場合はね、1.5 倍ぐらい入れた方がいい。鶏ガラスープの方がね、しょっぱくないんですよ。分量に対して。代用する場合はそう。でも、俺は、練り系のスープの方が美味しいと思います。で、これで、ベースの鶏ガラですね。で、ここにですね、和だし。僕がいつも使ってる白だしですね。はい、白だし。魚介の旨味ですね。魚介の旨味と動物性の鶏の旨味を、このスープに溶かし込んでいきます。そうするとね、複雑なラーメンの、スープが、出来上がります。ラーメン屋ってダブルスープとか言うでしょ。旨味の相乗効果なんですね。はい。で、ここに、お酒です。お酒はね、香り付けですね。で、大さじ1杯。ね、風味を増します。はい。ここでね、少し、お砂糖を加えていきます。ちょっとね、スープの中に甘みがあると、深みが出ますんで、これで、小さじ半分のお砂糖を入れていきます。はい。そして、まあ、スープだけでだとあれなんで、塩味もね、少しつけていきたい。お塩小さじ4分の1。そしてですね、ここに、これめっちゃ重要さ。ここに、こいつ入れていきます。牛の乳です。はい、牛の乳をここに入れていきます。これがね、大さじ1杯だけでいいんですよ。これが入ると、めっちゃスープにコクが出ます。そうするとね、この牛乳っていうのは、スープ自体をね、こう乳化させてくれるんですね。で、乳化すると口当たりがすっごく滑らかになりますんで、このね、牛乳大さじ1杯入れるとすごい重要です。ご家庭でちゃんぽんとか作るときも、このスープで全然大丈夫です。はい。牛乳入れた後と入れないときを、味ね、比べてみてください。大さじ1杯しか入れてないのに、全然深みが違いますから、皆さん。で、これを沸かすわけですね。このスープを沸かしている間に、僕も沸かせていきます。ハイボール!このタンメンはね、マジでうまいです。はい。このチェーン店出したいぐらいです。でも、作り方公開しちゃったから、ちょっと無理ですね。で、沸きましたね。で、このスープはスープで、もう取っておいてください。後で温めれば、すぐ入れることができます。はい。これはこれで完成。はい。じゃあですね、この時点で、ラーメンのね、お湯を沸かしといてほしいんですね。はい。後で茹でますので。で、その前に、お野菜ね、ちょっと炒めていきたいと思います。はい。まずですね、ここになければサラダ油でもいいんですが、あればラード、を使うと非常にコクが出ますので、まあ大体大さじ1杯。これぐらいですかね。ラードで炒めたお野菜ってすごい美味しいですよね。中華さんの、野菜炒めが美味しいのはラードを使ってるからなんですね。はい。あればラード、なければサラダ油でも結構美味しく、いけます。はい。で、ここでね、まずね、豚バラをね、炒めていきたい。でもうバナもね、ちょっと食べやすいようにちょっとちぎりながらちょっと入れていきましょうね。これね、タンメンは僕豚バラがいいかなっていうのもですね。はい。まな板でお肉切りたくなかったんでこうやってちぎっちゃってますけども、事前に切っていただいても大丈夫です。タンメンはやっぱり炒めた野菜とスープが非常にね、マッチングした、料理になりますので、スープはまた別で作っておいて、野菜炒めもまた別で作っておくのが、一番僕は美味しいと思います。はいね、ざっと炒めます。で、ここに、ニンニク、生姜、まず入れます。これ、炒めて香り出していきます。本当に、家でこんなうまいタンメンができるのかっていう風になりますから。で、いい香りがしてきます。ニンニクと生姜のいい香りしてきますね。で、ここで、人参です。
人参が一番火の通りがね、あの遅いんで最初に入れていきます。まあでもまだこれだけで薄いからね、すぐ火取っちゃうんですけど、はい、ね、順で入れていきますよ。で、ここにキャベツも炒めていきます。はい、パラパラっとね。で、ここでね、あのお塩も入れちゃう。ここでちょっとしなっとさせたいんでね、小さじ1/4のお塩ここで入れます。はい、お野菜にも下味少しつけた方がいいんで、ここ塩入れていきます。で、キャベツがあの光ってくるんですよ、こうやってね、油が絡まって、ラードが絡まって光ってくるんで、そしたらキクラゲ、はい、キクラゲね。で、ここにあのもやしも入れていきます。はい、ほら、もうタンメンの感じ出てきてないですよ、これも。ニラはね、これね、最後でいいですね。で、ここにちょっとね、また味付けもしていきます。味の素、これ1、2、3。あの、タンメンの極意として、これ単体で美味しい野菜炒めを作るんです。はい、これはね、至高の野菜炒めの時もそうだったんですけども、こんな感じで炒めていきます。はい、で、黒胡椒ですね。黒胡椒、まあ、これぐらいね。はい、1つまみぐらいね。このタンメンはあんまりアホみたいにね、いつもよくわかんない料理研究家が思ってる3倍とか言ってますけど、これは思ってる料理です。はい、そんなに黒胡椒入れちゃうと黒胡椒ラーメンになっちゃうんで、その時は、やめてください。はい、で、ここでニラです。ニラ加えたらもうそんなにね、炒めなくていいです。もう余熱でいい、余熱で。はい、余熱原始です。これでもう OK、 野菜炒め部分はもう完成しました。はい、そうしましたら麺を茹でていきます。じゃあね、沸騰したお湯にね、生麺を入れていきます。まあ、これはね、普通にね、表示通りに茹でていただければ大丈夫ですよ。はい、そしたらね、ラーメンの丼あるじゃないですか、ここにね。で、もうここにはスープ入れておく。さっき作った牛乳入りのこのタンメンのスープ、これね、丼入れちゃいます。で、今ね、ラーメンは茹でてるんですね。ラーメンはもう表示通りで、これ何分茹で、2分半から3分ね。もうこれすぐ茹で上がりますから。固めとかね、そういうのはお好みですからね、これね。僕は表示通りで、そんな硬い麺はあんま好きじゃないですね。この牛乳入りの塩スープがめちゃくちゃうまいの。家でタンメンってこんなできるんだって思いますから、ね、だいたいまあ2分半ぐらい経ったかな、もう。はい、じゃあこれはですね、ちゃんと湯切りしますよ。はい、こんな感じでね、ちゃんと湯切ってください。これ湯切んないと麺に水分があるとスープ薄まっちゃうんでね。はい、ちゃんと湯切ったらスープに入れていきます。すごいグラマラスですね。そしたらさっき作ったこの、野菜炒め、こいつをね、上に乗せていきます。あー、最高。これなんすよ、このセパレートね、一緒に煮込むんじゃなくて、この最高に美味しい野菜炒め、このままでもすごい美味しい野菜炒めですよ。こいつを乗っける、これがタンメンの極意でございます。ちゃんと炒めてくださいね、一緒に煮るんじゃないんですよ。美味しい野菜炒めが乗っかった塩ラーメン、それがタンメンなんです。で、最後にこれ風味付けでごま油をね、小さじ半分でいいですよ、こう垂らしてください。これ重要です。最後の仕上げでごまの香ばしさを、入れる。そしてここに最後にいりごまですね。はい、こいつを入れていきます。いりごまね、こうやってちょっとひねって入れるんです。ああ、もう最高。輝いてるよ。ということで、至高のタンメン完成でございます。はい、それではできました。食べていただきます。いただきます。最高にエッチですね。スープもかけちゃってね、最高の野菜炒めをのせたコクのある塩ラーメン、それがタンメンでございます。じゃあ、いただきます。ほほほほほほ、おい、君を探していたんだ。めっちゃうまい。いや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 、これタンメン屋さんやった方がいいよ。これ野菜を茹でてないでしょ、炒めてるから、サッコサコ、シャキシャキ、サコサコってなんだ。塩スープがめちゃくちゃこの全体包み上げてくれるんですよね。生姜がやばい、野菜の脂が落ちたこのスープ、これだよね。毎日通いたくなるラーメン屋ってこういうことだと思うんだよね。いや、スープやばいよこれ。うわー、最高だ。ちょっとこれ食べてみんな。お前に食わせるタンメンはねいや、まあ食うんだけど、はい、やばい。これ結構でもタンメン食うけどね。いただきます。うまっ。結構優しめだね。なんかもっと塩ラーメン塩ラーメンしてるみたいなイメージだけど、うん、すごいマイルドに仕上がってる。
じゃあこれね、牛乳なのよ。そうだよね、牛乳大さじ1。牛乳がね、タンメンはね、やっぱこれですよ、中華屋さんのタンメンは。野菜がもうがっつり取れるよね。毎日食べたいラーメンってこういうことなんですよ。至高の味噌ラーメン美味しかったでしょ。至高の味噌ラーメンはめちゃくちゃうまかった。めちゃくちゃうまかったでしょ。でもあれ毎日食えないですよ。あれはね、あの月に1回でいいの。月に1回めっちゃ食いたくなるから、これは毎日食いたくなるんだ。お子さんいる家庭でも休日の昼とかこれサッと作ったらそうちょうどいいみたいな。そうシャキッとしたこの野菜炒めで最高にハイビールだよね。いやハイビールそうだね、もうラーメンマスターだね。ラーメン最勇気だっけ漫画ね、ハゲの芹沢さん。そうだな、俺ね、あの人好きなんだよね。あの人の言ってること全部正しいもん。俺と同じ思考の人いたと思って。いやいや架空の人物だよ。いやいやめっちゃ好きだもん。この至高のラーメンを作るんだけど、そこに焼けっぱちで牛脂を入れちゃうんだね、こってりね。こってり入れたらみんなうまいうまいって言って、もうほんと、わかるみたいな。ラーメンハゲ大好き。ほんとコラボしたいね。コラボしたい。ぜひ。あとすする TV とコラボしたい。すずさん前なんか味噌ラーメンでコメント入れてくれた。若干おこだったけど、ちょっとあまりにもいじりすぎいじりすぎいじりすぎて、いつもラーメン界は絶対すする TV って言ってるんで、ちょっとうちにすすりに来てほしい、ね。あ、そうそうね、ちょっと来てもらえる。ちょっと、ちょっと俺酔っ払ってるよね。いやもうずっと酔っ払ってる、酔っ払ってます。はい、ということで、次の動画も頑張ります。チョリース、ゆうしのりさん料理です。あ、エプロンをしてなかったですね。じゃあ今から生着替え。まだ酔ってる。寂しいんです。料理研究家の生着替えが見れるのはこのチャンネルだけです。